地味に始めた TikTok、 やり方わからずシックハック、時間だけが過ぎチックタック、まあやってみようかとにかく。はい、始まりました、ダゲンのラジオ、ダゲラジでございます。冒頭でも言いましたが TikTok ちょっと始めてますみたいなね。今日も世田谷区にありますダゲンスタジオからお送りしております。短い時間ですが10分お付き合いください。ミュージックビデオが公開されましたね。アドバンス見ていただけましたでしょうか。この場を借りてですね、ディレクションしていただいた、鉄さん、カメラマンの野良さん、おかげさまでいいミュージックビデオができました。ありがとうございました。全体的にこう白黒モノクロになってるんですけれども、撮影場所が結構面白くて、大牟田の魚市場前、わかるかな、緑地公園に上がっていく坂道から右に入ってすぐみたいな、でその道沿いに行くとこうずっとこう何船が止まってる道、海沿い川沿い海沿いだよな、あそこになってるところですね、辺りで撮影しまして、でそっから砂山のとこら辺のこう何海の海と砂山の間の道みたいなところで撮ったりとか、あと緑地公園行って、あの何タワーがあるじゃん、シンボルみたいな、あそこでね撮ったりとかして、であの場所は中学生の時にあの友達とよくねあの辺うろうろしてたんですよね、うん、いい思い出なんですけどね。でまああの辺撮りつつ諏訪公園にも行きつつ、でラップのところはガンボ前、スタジオガンボ前、ガンボライブとかやってたとこ、今は、ドーナツ屋さんのルースさんになってます。ルースさんも数年前に歌わせていただいたんですけどね、とかで撮って、大牟田のなんか自分のゆかりある場所、思い出深い場所で撮影してきました、うん、で楽曲自体もね今までにない感じで、自分的には、まあ、攻めた感じでねラップ入れたりとか、そのちょっとファンクっぽい、曲調にしてるんですけれどね、うん、まあ、面白い作品ができたんじゃないかと思ってます。ぜひたくさん見てください。そして広めてください。なんかダケンの良かったよミュージックビデオみたいなね口コミよろしくお願いします。でね、最近何やってるかというと、ギタースケールを見直したりとかして、なんかねノリで弾いちゃってる部分とかがあるから、マイナーペンタ、メジャーペンタ、ブルーノートみたいなねところをやってます、やったりとかしてます。そうするとね、今でも撮ってる曲があって、それのなんかフレーズ考える時とか、なんだろう、ギターコードとスケールとかこう何頭の中で考えると割とこうスムーズにフレーズが乗せていけるからすげえ便利だなとかって今更思ったりとかして、まあ、今までもやってなかったってわけじゃないんですけど、改めてこうなんだろう、こう溢れ出すものプラスこう音楽的なアプローチみたいなね、そういうのを やりたいなと思ってね、ちょっとやってます。あとはコード進行、そしてコードみたいなね、音楽理論っていうと小難しくなっちゃうんですけれども、その音楽、自分なりの音楽理論みたいなね、これからの音楽活動、音楽制作に活かせるように
貪欲に音楽と向き合っていきたいなと思ってやってるんですけどね。なんかね、なんか 今までそんなこと考えてなかったんだろうな。なんかこう芸術は爆発だみたいなね、こうライブハウスステージ上でこうギターかき鳴らすみたいな、エモーショナルに録音、ギター録音とかもさ、エモーショナルにこう取り重ねていくみたいなことでやってて、まあ、それはそれでもちろんいいんだろうけどね。なんかこうミュージシャンとしてこうもっとこう大きくなりたくてみたいなやってます、うん、でね、具体的にね、ペンタトニックはね、なんか YouTube とかでブルースのトラック流しながらそれをひたすらループして、スケール当てていくみたいな、うん、そうするとね、いろいろ疑問が出てくるんだよね。なんかこれってじゃあどうなんだろうみたいな、 A のブルーススケールでペンタトニックなんだけど、あそうなんだ、 C の音入るんだとかね。なんかちょっと待って、このどこがドでどこがレなんだろうみたいな、なんかこうギターってこうギター独自のなんかね、なんだろう、ドレミファソラシドって弾いてない人がいて、でまあ俺なんだけど、でそのこ今俺が押さえてるここってドなのかな、レナなのかな、ミなのかなみたいな、その指板とドレミファソラシドをこう合わせていくみたいな作業を地味にやってて、全然覚えらんないみたいな感じだったんですけど、なんかこう自分からこう前のめりにちょっと覚えようみたいな感じでやると、まあまあ入ってくるというか、うん、なんかこう あの時ああいう風に弾いてたのはこういうことだったんだみたいな気づきが今面白くてやってますね、うん、あとはコードネームを弾きこなそうみたいな、なんかテキストみたいなね、計算ドリルみたいなやつをちょっと難しいんですけどね、毎日 2,3 ページずつ進めてて、まあなんか今までにないようなこう音楽に対してストイックになってる時間を過ごしてます、うん、これからの活動を楽しみにしておいてください。いい作品バンバンリリースしていこうと思ってます、はい。まあ、あっという間ですけれども、今夜もお別れの時間がやってまいりました。ミュージックビデオになりましたアドバンス、今日はこの曲でお別れです。おやすみなさい。笑えデイバイデイ、きっと最後は